皆さんこんにちは。女子プロゴルフ界では今シーズンも選手たちが様々なツアーで熱戦を繰り広げていますが、マイナビネクストヒロインゴルフツアーをご存知でしょうか。これは将来ツアーで活躍することを目指す JLPGA プロテスト合格前の若手女子ゴルファーが経験を積むためのツアーであり、2019年に始まりました。プロツアーのように賞金がかかる真剣勝負のツアーです。今シーズンは全15戦が予定され、先日4月6日には第1戦マイナビカップが開催されましたね。2022年からネクストヒロインツアーにフル参戦している鈴木千佳子選手は、勝ちきれなかったのが悔しいとリベンジに燃えています。今回は未来のプロゴルファー鈴木千佳子選手について紹介していきたいと思います。先ほど紹介したように、鈴木千佳子選手は昨シーズンの悔しさを力に変え、リベンジに燃えている鈴木千佳子選手。昨シーズンの鈴木千佳子選手の年間ランキングは、年間ランキングは1位、第1戦マイナビカップ4位タイ、第2戦マイナビカップ2位タイ、第4戦スカイハイブリッドレディースカップ5位タイなど、確かに優勝に届きそうなところまで来ていますね。このように悔しいシーズンとなった鈴木千佳子選手は、優勝の2文字だけを狙い今シーズンに挑んでいます。ではそんな鈴木千佳子選手とはどんな選手なのでしょうか。2000年7月1日生まれ、現在22歳、神戸出身の鈴木千佳子選手は株式会社ホットスタッフに所属している選手です。鈴木千佳子選手は父親の勧めをきっかけに11歳からゴルフを始めました。中学生の頃までは空手も習っていたようです。目標とする選手はイボミ選手です。ちなみにイボミ選手とは、今季限りで日本ツアーを引退すると発表した超人気プロゴルファーですね。イボミ選手について簡単に紹介しましょう。12歳から競技を始め、2007年にプロ転向、2010年には韓国ツアーで賞金女王を獲得すると、2011年からは日本ツアーへ参戦し、2012年横浜タイヤ PRGR レディスでツアー初優勝を果たしました。2013年は2勝、14年は3勝を挙げると、2015年は7勝で国内男女両ツアー史上最高賞金額2億3,049万7,057円で日本ツアーの賞金女王に君臨しましたね。2016年も5勝で2年連続の賞金女王に上り詰めたイボミ選手でしたが、2017年はショットの不振で1勝でした。2019年には韓国の俳優イワンさんと結婚し話題を集めましたね。韓国ではスマイルキャンディと呼ばれています。今季限りで引退することもあり、一緒にプレーすることはできませんが、鈴木千佳子選手も将来イボミ選手のように活躍できる日が訪れるといいですね。鈴木千佳子選手は高校時代に2017年神奈川県ジュニアゴルフ選手権7位、2017年サマージュニアゴルフ東京予選優勝、2018年神奈川県ジュニアゴルフ選手権7位、2018年神奈川県アマチュアゴルフ選手権5位など数々の功績を残し、この頃から将来を期待される選手の一人でした。さらに高校3年生の時には ATP ゴルフツアーというミニツアーで優勝を成し遂げました。 ATP ゴルフツアーは現在 ISPS ハンダツアーへと名称変更しています。このミニツアーとはプロ研修生アマチュアが出場できる大会で、賞金ももらえる大会です。 LPGA ツアーを目指す様々な選手が出場します。鈴木千佳子選手は可愛らしい雰囲気とは対照的に豪快なスイングが特徴です。ジャンボ尾崎ゴルフアカデミー2期生としてジャンボ尾崎プロに師事し、プロテスト合格を目指しています。ジャンボ尾崎ゴルフアカデミーといえば、通算113勝のレジェンドジャンボ尾崎が指導者として注目を集めていますね。注目される理由は、黄金世代の中でも飛び抜けた飛距離と実力で人気の原英莉花選手や全米女子オープンという
世界最高峰の舞台で畑岡奈紗をプレーオフの末下し、優勝を飾った笹生優花選手、最強のシルバーコレクター西郷真央選手と次々にスター選手が生まれているからです。ジャンボ尾崎アカデミーの練習場はジャンボ尾崎の秘密基地とも呼ばれていますね。ジャンボ尾崎の自宅にある練習場はショット練習場からネットまでは約280ヤード、手入れされた大きな2面のグリーン、周囲にはバンカーが約100メートルも囲んでいます。総面積は非公表ですが、広大な敷地にジャンボ特製の練習器具も備わり、これ以上ない練習場と言われています。鈴木千佳子選手の先輩となる現在プロで活躍する卒業生についてジャンボ尾崎氏のコメントを含め紹介しましょう。原恵梨香選手は2022年は未勝利に終わり、去年1年は嫌というほど苦しんだからね、今年は頑張ると言い切ったもの、今年外したら自分はないって金髪に染めたとか、ゴルフ以外でいつも主役だからね、そろそろゴルフで主役になってもらわないとな、とジャンボ尾崎氏はエールを送っています。笹生優花は入門当時、笹生優花選手のドライバーを見たジャンボ尾崎氏は、あの体の強さは面白い、ヘッドスピードは女子のレベルを超える、と仰天したそうです。アカデミー生ではないですが門下生となり、2021年の全米女子オープンに優勝しています。西郷真央選手へは、2022年ツアー序盤は10戦5勝でしたが、終盤はドライバーイップスで大失速。ジャンボ尾崎氏にも助言を求めたようですが、本人が悩んでいるからちょこちょこというぐらい、あとは本人だからね、間違いなく良くなっている、と西郷真央選手について明かしていました。佐久間あかり選手は、西郷真央選手と同じくアカデミー1期生、2021年のプロテストでトップ合格し、翌年は QT14 位でツアーに参戦、日本女子オープン6位などの成績によりプロ1年目でシード権を獲得しました。身長155cmながらドライバー飛距離241ヤードの小さな飛ばし屋と呼ばれています。ジャンボ尾崎アカデミー卒業生の選手たちの活躍は鈴木千佳子選手にとっても刺激となり、目標にもなることでしょう。同じ舞台で戦う姿が見られる日が楽しみですね。現在まだプロ入り前ということもあり、プライベートやあまり多くの情報が公表されていない鈴木千佳子選手ですが、野球選手の山崎康晃選手と鈴木千佳子選手の熱愛の噂があり調べてみました。山崎康晃選手は横浜 DeNA ベイスターズ所属の野球選手です。1992年10月2日生まれ、現在30歳。もし熱愛が事実であれば年の差が8歳ですね。しかし具体的な情報は見つからず、山崎康晃選手には鈴木千佳子選手ではない女性との熱愛が浮上しているので、鈴木千佳子選手とは全く関係がなさそうです。そんな鈴木千佳子選手は、ラウンドの終盤にスコアを落とすことが多かったと昨シーズンを振り返り、最後まで集中力と体力を保てるようにオフの期間にみっちりトレーニングを積みましたと語り、悔しさを反省に変え練習に取り組んできました。さらに最後まで集中力を保つ体力強化、技術面の強化もシーズン開幕前に取り組み、ヘッドの使い方を整えました。下から入る癖があるので上からしっかりダウンブローに降りてくるように修正しましたと自信を持ってインタビューに答えていましたね。今年こそ勝ちますと強い思いで今シーズンに挑んでいる鈴木千佳子選手はどのように変化を成し遂げたのでしょうか。もちろん目標は JLPGA プロテスト合格であり、そのためにもこのネクストヒロインツアーで優勝したいと鈴木千佳子選手をはじめツアーに参加している選手はみんなが思っていることでしょう。女子プロゴルフツアーにも注目ですが、ネクストヒロインのツアーにもぜひ注目してみてください。プロになる前の若い選手たちが熱い戦いを繰り広げています。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。
それではまた。